皆様大変お待たせいたしました。本日町田警察署一日警察署長を務めていただく元プロレスラー武藤敬司さんの登場です。拍手でお迎えください。武藤様中央に、はい、お願いいたします。それでは町田警察署川崎和美署長より武藤敬司さんへ一日警察署長の委嘱状交付を行います。来賓の皆様もご起立をお願いします。委嘱状、武藤敬司殿、町田警察署一日警察署長に委嘱します。警視庁町田警察署長、よろしくお願いします。はい、それでは正面からお二人の写真を撮影させていただきたいと思います。皆様カメラの準備はよろしいでしょうか。写真撮影お願いいたします。診察よろしいでしょうか。ありがとうございました。それではご来賓の皆様大変ありがとうございました。これより一日警察署長のトークショーを始めさせていただきます。しばらく準備をさせていただきます。それではここでですね、はい、交通安全にまつわるお話ということで、はい、交通安全クイズを行いたいと思いますが、はい、武藤署長よろしいでしょうか。あ、それでこれを持たされてるのか。はい、よろしくお願いします。あ、なるほど。はい、今度4月の6日から春の全国交通安全運動が実施されます。本日は大勢の皆様が集まってくれていますので、武藤署長と会場の皆さんとご一緒に交通ルールをクイズ形式で楽しく学んでいただきたいと思います。武藤署長にもお答えいただければなと思いますので。これ署長がさ、間違った答えだとかっこ悪いよね。そんなことないです。そんなことないですか。はい、皆さんと一緒に学んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。すべて4問全部でございますので、全問正解目指して頑張りましょう。それでは武藤署長と学ぶ交通安全クイズ第1問です。自転車のクイズです。自転車は時と場合によっては歩道を走っても良い、丸か×か、会場の皆さんいかがでしょうか。自転車は時と場合によっては歩道を走っても良い、丸か×かですね。はい、いかがでしょう。皆さん、会場の皆さん、丸か×か手でですね、こうしていただけるとありがたいかなと思います。あ、丸の方多いですね。はい、武藤署長丸、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。正解は丸です。はい、正解です。皆さん正解ですね。自転車は原則は車道の左側を通るとなっています。でも13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者は歩道を走れます。このような標識がある歩道ですね。こちらでも、歩道を自転車が走行しても大丈夫です。また車が渋滞していたり、駐車している車があって危険という場合には、歩道を通れます。でも歩道は歩行者優先です。歩行者が邪魔だとベルを鳴らすような自転車は言語道断ですよね、武藤署長。はい、はい、ありがとうございます。では、皆さんルールを知っているということですので、これからもルールを守って歩行者優先をよろしくお願いいたします。それでは第2問です。
止まれの標識のあるところでは車は必ず一時停止をしますが、自転車に乗っているときはゆっくり進めば止まらなくてよい。これは丸か×かいかがでしょうか、会場の皆様。はい、ありがとうございます。正解は×です。はい、ありがとうございます。これは皆さんも知っていますかね、さすが所長です。一時停止、止まれの標識は周りが見えにくい交通事故の起こりやすいところについています。武藤所長、自転車の交通事故はどんな事故が多いと思いますか？自転車の事故非常に多いんですが。どんな事故って？はい、歩行者を引いてしまうですとか、飛び出してしまうとかですね。そうですね。そうですね、はい。あとね、歩行者とぶつかったりとか多いよね。はい、それはやはり一時停止を守らずですね。あと都会とか車で運転してると、本当に、なんていうの、自分勝手な自転車の人多いですよ。はい、はいはい、本当ですね、はい、自転車のマナーがすごく問われていると思います、はい、自転車だからと気軽に運転できるんですけれども、一時停止、交通ルールのマナーは守っていただきたいと思います。次に第3問です。自転車は車道を走るので車用の信号を守る。自転車は車道を走るので車用の信号を守る。丸か×かどちらでしょうか？はい、正解は丸です。はい、はい、その通り、自転車で車道を走っているときには車用、歩道、横断歩道を渡るときには歩行者用の信号を守らなければなりません。なのに都合よく自転車で横断歩道を渡りつつも歩行者用の信号が赤でも車用の信号がまだ青だから渡ってしまう、なんていう危険な自転車があるんです。あります、あります。自転車ってね、時と場合にこうちょっと歩行者の側になったり、時と場合にこの都合よくね自動車側になったりとかね、はい、ちょっと理不尽なとこあるよね、はい、自転車の人。そうですね、うん、本当にそういったところで事故の原因になりますので、皆様、通るところの信号を守っていただきたいと思います。はい、それでは第4問です。最終問題になります。去年の春から自転車に乗るときには大人でもヘルメットをかぶりましょうとなりましたし、電動キックボードでも危険な事故があります。努力義務ではありますが、ヘルメットをかぶった方がいいと思います。ぜひお願いいたします。最後にですね、運転につきまして、自転車本当にマナーがすごく悪いということで、マナーの所長からもお話ありました通り、自転車のマナー向上を町田市でも目指しております。皆様、自転車運転する機会多いと思いますが、ヘルメットはご着用をお願いします。また事故で倒れた場合にも頭を怪我してですね、重傷事故になってしまう方半数近くいらっしゃるんですね。ですので、努力義務ではありますが、キックボード、自転車ともにヘルメットの着用を皆様ぜひよろしくお願いいたします。ではですね、基本的なルール、自転車のルールを申し上げましたけれども、自分自身しか自分を守ることはできませんので、ルールを守って身を守れるようにお願いしたいところなんですが、少し時間も押してまいりました。あっという間の時間でしたけれども、最後にお集まりの皆さんに、はい、交通事故に遭わないためのワンポイントアドバイスやメッセージなどもしございましたら、武藤所長の方からお願いできますでしょうか？俺が、はい、先ほど自転車多いとおっしゃっていましたけれども、車で運転していらっしゃるときにですね、何かこれ危ないなと思われたようなことございませんか？わからないけど、これから交通安全の習慣のこのあれでやるんですよね。そうです、はい、皆さん気をつけた方がいいよ。絶対もう捕まえようと必死に頑張るから、ね、横断歩道とか特にね、
歩行者がいたらね、止まんないとダメなんだよね、はい、あれね。おっしゃる通りです、はい、ね、その通りですね、うん、信号のない横断歩道は歩行者優先なのにですね、うん、無理にこう通行してしまう車ありまして、事故も多くございますので。最近そういう横断歩道隠れてこうやって一斉したりしてるよね力を入れておりますけれども気をつけた方がいい、気をつけた方がいい、はい、警察が多く街頭配置して事故がないように見守ってまいりますので、はい、これからもですね、ぜひ皆さん交通ルールを守っていただいて、安全安心の街、事故一件でも減らせるように、町田市民の皆さんが安全に暮らせますように、努力してまいりたいと思います。本日はですね、大変ありがとうございました。ありがとうございます。それではここで記念